は全くないですね。まあ、チーム全体も信頼してますし、相棒となる柳川選手、渡辺選手、このコンビネーションもすごくいいですし、不安っていうのはその3人で走ったことがないので、どういう感じになるか分からないんですけど、やっぱこのキーやったメンバー3人でやるので、結構不安も全然ないですね。はい。やっぱり川崎ファンの皆様がこう待ちに待ったチームグリーンの復活と、やっぱり僕ね、毎回毎回こう毎年毎年そうなんですけど、ずっと参戦しないのかとずっと言われたんですけど、やっとねこの八大参戦に川崎が帰ってきたので、このすごく楽しみでもあり、まあ、不安もありますけど、やっぱりねこうチーム全体として走って盛り上げれるように、あと川崎を背負っていい成績を残せるように頑張りたいと思います。うちの父がバイクすごく大好き で、ちっちゃい頃からポケットバイクを家族でね、毎週家族でお弁当を持ってサーキットに行ったのが、そのまま大きくなってそのままプロになったみたいな。だから生活の一部がもう レースを中心に生活してるような感じだったので、ちっちゃい頃から、そこに関しては多分いろんなスポーツだって、サッカーだったり野球だったり、今も、ね、活躍されてる選手も多分そういう感じだと思うんですよね。多分こう両親のきっかけで何かを始めてみたいな、そのままもそのままプロになったみたいな。はい。はい、もちろん、忍者のね、14R乗ってます。はい。普段でもこうレースがない時とか、バイクのテストがない時は、たまに息子を乗せてツーリング行ったりとか、あとはもう仲いいメンバーでたまにツーリング行ったりします。やっぱりこう川崎復活チームグリーン、やっぱ8時間ってね、スプリントレースとはまた違うので、そのチーム全体の輪がすごい必要で、特にね、やっぱピットワーク、うちのやっぱ川崎のチームはね、すごくピットワークも早いですし、そういうピットワークで1秒2秒変わる、すごくサーキットの中で大きなことで、やっぱり僕らのこういうね、レーシングバイクで300キロ近いスピードでコンマ1秒、コンマ2秒争ってるんで、このチームワークのね、そのピットワークで1秒2秒、もう下手したら5秒、10秒変わる時があるんですよ。やっぱそれがね、この長いレースの中でどん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 こう差になって広がっていくので、そういうところね、スプリントレースじゃないと楽しさもありますし、やっぱりその6時半から7時半の大体暗くなっていくところもナイトセクションもありますし、やっぱりそういうところがこう8体の、ね、魅力であったりとか、2003年にね、ラスト40分突破して、それでエンジンかかんなくなってトラブったこともありますし、やっぱりね、そういうドラマもね、あるんで、やっぱそのチーム全体になって、で明日やってるところとか、ピットワークとか見ていただけたらなと思います。はい、自由に見よう、8体。